皆さんこんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまゆるです。タイトル、サムネイルにもある通り、なんとこの度第一子が生まれまして、一児のママになりました。 VTuber の子供じゃないです。リアルの子供になります。VTuber が出産報告というと、中にはね、気になる方もいるかもしれないんですが、もともとこのやきまゆるは、イラストレーターやきまゆの YouTube 活動用のただのアバターだって言っていたし、何より活動とかイラストレーターの仕事とかにそれなりにね、影響があるのと、特に配信ね、どうしても子供の声が入ってしまうことがあると思うので、この度ご報告することにいたしました。いやもうね、妊娠中もみんなにめっちゃ言いたかったんだよ。でも、もしもね、何かあった時にみんなを悲しい気持ちにさせたくなかったので、無事ね、生まれるまで我慢して黙ってました。前にコロナ報告の動画をアップしたんだけど、実はね、あの時も妊娠してました。いやもう、とにかくね、ようやく皆さんにお伝えすることができて、本当に嬉しいです。で、今回話したいことが、2つありまして、1つ目が出産に至るまでのお話。で、2つ目が今後の活動についてになります。出産なんですけど、僕ね、生まれましたっていうシンプルな感じじゃなくて、実はね、かなり色々あったんですよ。例えば、内臓破裂して死にかけたりとかね。そんな感じの話を軽くお話ししようかなっていうのと、そして活動についてですね。子供が生まれてママになって、活動できんのかと、やれんのかと、やきまゆるまさか引退かというところを、まあ、心配してる方もいるかもしれないのでお伝えしようと思っています。で、早速出産までのお話なんだけど、もうね、マジでいろいろあった。最初がまず内臓破裂。当時ツイッターでは話してたから知ってる人はいるかもなんだけど、僕のね、妊活は内臓破裂から始まったんですよ。いやね、僕もそろそろ子供が欲しいなーって思って、まあ、そっからね、数年頑張って、なんとか子供を授かったんだけど、それがまさかの、遺書性妊娠っていう病気だったんです。これどういう病気かっていうのを簡単に説明すると、遺書性妊娠は、子宮じゃないところに子供ができちゃう病気です。で、子宮じゃないところで子供が大きくなってくとどうなるかっていうと、まあね、シンプルにそこの内臓が破裂します。で、遺書性妊娠は普通に死んじゃうことがあるような病気で、とにかくね、内臓が破裂した時の出血の勢いがやばいんですよ。で、僕、内臓破裂して、案の定出血多量でガチで死にかけました。その時はね、ちょうど休日で、旦那と車でお出かけしようとしてたら破裂しちゃって、そのまま病院に向かったんだよね。で、そしたらもう大騒ぎで、医者がドタバタ走り回って、血圧測れません、心拍落ちてます、点滴全開みたいなことを言われながら、爆走担架で手術室に運ばれていきました。意識朦朧としてたんだけど、なんとなくね、担架の上ですげードラマみたいだってね、思ってました。で、それで手術して無事ね、一命を取り留めました。ただお腹の中の子供はちゃんと子宮で育ってない子供なんで生きられないですし、あと子宮の横にある卵管っていうね、臓器が破裂しちゃったので、それも一緒に摘出することになっちゃいました。まあでも、とにかくすごい経験だった。妊娠って意味ではちょっとね、悲しい結果ではあったんだけど、状況が状況だったから、悲しいっていうよりも生きててよかったっていう方が大きかったです。僕、内臓破裂してから 1.5 リットルぐらい出血してたみたいで、これってね、結構な量らしいんだけど、もうね、なんか出血してる間、どんどん目が見えなくなって、耳も遠くなってってさ、もうとにかく苦しかった。あー、出血多量で死ぬ時ってこんな感じなんだなーってね、その時思いました。だから、助かってよかったっていう気持ちが大きかった。あ、でさ、人って死にそうになると、いろいろね、考えって変わるんだよね。僕、ちょうどこの後に、長年勤めていた会社を辞めて、フリーランスになったんだけど、なんだかんだね、この病気がきっかけだったのかなっていう気がしてます。なんかこう、自分の人生これでいいのかなみたいな気持ちになったんだよね。あと、お金とかキャリアとかそういうものへの執着みたいなのがね、もうガクってなくなった。
で、それでもっとね、家族を大切にしたり、自分も大切にして、楽しく幸せに生きていきたいって思ったんだよね。その結果、今の自分があるのかなって思います。ほんとこれはね、僕の人生に大きな影響を与えた出来事だったなって思います。まあ、そんなこんなでいろいろありましたが、その後ね、無事、妊娠といかないんですよ。いやもういいじゃん、無事子供生まれてくれよって思うんだけど、これがね、スムーズにはいかないんだよね。実は、異所性妊娠の手術で卵管を片方取っちゃったことで、妊娠しにくくなっちゃいまして、それで不妊治療をね、これからすることになりました。で、卵管なんだけど、片方なくてももう片方あるから子供はできるはずなんだけど、なぜか自分は卵管がない方ばかり排卵する癖があって、子供がね、なかなかできなくなっちゃったんだよね。それで、じゃあ不妊治療をするかっていうことになりまして、自分の場合、いきなりね、体外受精でもよかったんだけど、体外受精って保険適用に最近なったもので、当時は保険適用前でめちゃくちゃ高かったので、まずは簡単な治療、タイミング法や人工受精っていう方法でチャレンジしてみて、保険適用を待って体外受精に踏み切りました。で、その体外受精もさ、スムーズにはいかなくて、体外受精ってまず採卵ってのをして、その後体外受精をするんだけど、僕は1回目の採卵がうまくいかなくて、2回することになっちゃいました。ただ、体外受精はなんと1回目で成功しまして、それで子供を授かることができました。ちょっと余談なんだけど、よくさ、35歳過ぎると妊娠が難しくなるって言うじゃん。でもこれ、不妊治療を始めてから知ったんだけど、35歳行ってなくても少しずつ子供ってできにくくなってるんだよね。他にも障害を持って生まれてくる確率とかも全然違ったりします。で、自分は35行ってないのに、1回目の採卵が全くダメで、この時めっちゃ凹んだし、もっともっと若ければってその時は思った。もうね、自分は子供できないのかもってね、本当に悩んだ。だから35行ってなければ OK って考えずに、子供欲しいならできるだけ早く子供作った方がいいと思います。はい、ちょっと話はそれちゃったんですけど、そんなこんなで妊娠しまして、そして先日無事に子供が生まれました。もうようやく自分の子供に会うことができて、本当に本当に嬉しいです。今ね、マジで自分の子が可愛くて可愛くてしょうがない。女の子なんだけど、もう本当に可愛い。もう正直ね、新生児育児は大変すぎて、もう全然寝れてないんだけど、もう可愛いから OK っていう感じです。で、もうこれからね、この子と長い人生過ごしていくわけなんだけど、生まれてきたこの子がね、すくすく元気に大きくなれるように、幸せに生きていけるように一生懸命育てていきたいと思います。とまあ、出産の話はね、動画時間の関係でこのぐらいにしておくんですが、本当はね、話したいことがまだまだいっぱいあって、例えばね、手術の後、旦那が僕に最初に言ったセリフが、担架で運ばれてる時パンツ丸見えだったよ、だった話とか、実はね、内臓破裂は2回目だっていう話とか、不妊治療もさ、毎日家で自分で注射打ったりして、マジドキドキだった話とか、出産もね、僕家でバシャーって破水しちゃって、病院行って、からの36時間かかった難産で、マジで地獄だった話とか、あとね、もう何より子供の可愛さね、もっとのろけたい、もっとのろけたいんだけど、まあ、その辺は配信とかで話せる時に話していければいいかなって思っています。とにかく、今はおかげさまで娘との幸せいっぱい、いっぱいな毎日を過ごしています。もう今もね、そこで寝てるんだけど、本当に可愛い。で、幸せなのは分かったけど、活動どうなるんだよと。ママになってまさか引退っていうところなんですが、活動はもちろんやめません。だって絵を描くのも大好きだし、VTuber 活動もめちゃくちゃ楽しいし、まだまだね、やりたいこともいっぱいあるので、これからもね、活動は続けていきます。ただ、今ね、実際に子育てが始まってみると、思った以上に大変でして、産前産後ですでに活動が減っちゃっている上で、大変ね、申し訳ないんですが、もうしばらくはかなり細々と活動していくことになっちゃうと思います。で、周りにはね、協力してもらえないのっていうところなんですが、自分はね、旦那もフリーランスで、育休もないし、土日も働いていることが多かったりするし、
親もね、両方とも離れたところに住んでいて、子供の面倒を見てもらうのは難しいので、まあどうしようもないかなっていう感じです。ベビーシッターとかも考えたんだけど、ちょっとね、田舎なのと生活スタイル的に難しいかなっていう感じです。ただ、保育園には可能な限り最短で入れたいと思っているので、保育園に入れ次第完全復活の予定です。なので、それまでね、更新や配信が減っちゃうと思いますが、ご理解いただけたらと思います。で、その保育園なんだけど、これがね、残念ながらマジでどこも空いてない。ほかつね、本当に舐めてた。そもそも小さいうちから預かってくれる保育園がね、全然ないんだよ。それで今ね、隣の隣の市の認可外も含めて探してるんだけど、それでもね、空いてないっていう状況です。なんで、ちょっとね、完全復活まで時間がかかっちゃうかもしれないんですが、それまでね、気長に待ってくれると嬉しいです。とりあえずね、直近だと、まあ、ね、ツイッチとかで雑談したりしたいなーって思ってたりするので、よかったらおしゃべりに付き合ってくれたら嬉しいです。もうね、いろいろ話したいしね。あと、ファンボックスはね、問題なく更新できてるので安心してください。ということで、本当はね、まだまだ話したりないんだけど、もう一個一個話してたらキリがないんで、今回はね、この辺で出産報告とさせていただこうと思います。これからはイラストレーター兼 VTuber 兼一児の母として頑張っていきますので、これからも応援してくれると嬉しいです。それでは、出産報告でしたバイバーイ。なんと僕の初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない、絵が上手くなる5つの習慣が好評発売中です。ぜひゲットしてください。またこのチャンネルではお絵かき関連の動画をたくさんアップしています。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ではー。